T3HMC、さらっと初登場だぜ。駆逐戦車とは思えない速い身のこなし。オイラだって、橋ぐらい飛べちゃうんだからね。なんか困ると橋ジャンプネタばかり持ち込んでいるような気がしてきたな。駆逐戦車でも橋を渡れる、そういうことである。さすが T2 ライト、楽勝やな。我ら T ライトシリーズが集まれば、どんな壊れた橋だってひとっ飛びだぜ。あんな聖地や戦車にできて、我ら高速系戦車にできないことなんてない。アクションスターの血が騒いできたぜ。クリオスさん、我らの本気、見せてやりましょうよ。マジ R2 ニコイチは最強だからな。あんな奴らぼっこしてやんよ。MT25 は最強のエンジン出力戦車、あんな橋なんて軽々だぜ。名人さん、なんかあいつら言ってますよ。よほ、言わせとけ、どうせ飛べないんやから。嘘だ、どんどこどーん。やろ、あんなデブッチョに、この橋は飛べんよ。クリオスもキューちゃんもデブッチョだからな。さすがにこの橋は飛べないよねー。わしらこそ最強のスマート戦車。そういうこっちゃ。だーれがデブだこの野郎。なんやと。俺はデブじゃねえ。あかんわー。おっちゃんがバカ野郎。すまなかった、この通りだ。自分のスンス GS ブルンスバスケスイスローグス。はぁ、どうもこんにちは、手落ちストックに限界を感じている、T1 スタイルズです。まあなくてもいっかなぁと。今回乗っていく戦車は初登場。アメリカのティア9中戦車、M46 パットンです。最終砲塔は47だけどね。機動力よし。角良し、レクティルの絞り良しのバランス型ミドルタンクですが、四方の貫通力が非常に乏しいという弱点を抱えております。故に、T54 と並び、禁断の仕様が前提となってくる赤字戦車ですね。しかも禁断を積んだとしても、他国のロイヤルオードナンス系の 105mm 砲の通常弾と変わらぬ貫通力であり、ヘビーと正面勝ち当たりは厳しいです。では何が強みかと言いますと、7秒という装填時間の速さにあります。これは、同格 105mm 砲搭載戦車内でもトップクラス。それどころか、噴火火力は、ティア9ミドルタンクで最大となっています。そんな強みを活かし、2000枚までは、消火器を下ろしてコーラ搭載禁断マシマシで楽しんでおりましたが、なんとこの前の試合で、2戦連続炎上してしまうというアンラッキーな目に遭いまして、この試合では消火器を積んでいます。こういう時に限って燃えないんだろうな。それでも、換気扇と潜入搭乗員は完備、それなりに頑張ってくれます。それきっとコーラが炎上してますよ、スタイルさん。え？マジで？それ以外考えられません。うむ、ケイタクさんがそう言うならそうなのか。オイラとしては、かの名アメプロレスラー、ストーンコールドスティーブ・オースティンよろしく、グビグビ飲みながら戦いたかったんだけどな。ノンアルコールだけどさ。今回はクリオスと、久しぶりにケイタクさんがプラトーンメンバー。まずはクリオスの視界を生かし、遠方射撃で頑張りたいですね。じゃんじゃん援護してくれ、期待してるぜ。と言っても自走砲だからな。クリオスさんの期待に応えられるかな。ほら、あの T44 に撃てよこの野郎。ただいま移動中、お待ちを。ただいま絞り中、お待ちあれ。当たらなそうだ。陶器化が邪魔だな。ムキー、これだから最近の若いもんは。若さ？若さってなんだ？振り向かないことさ。前にも聞いたことがあるような。やめて、年齢がバレちゃう。別に、諦めないことでもよかったんだけどな。そっちで答えたらいろいろ回収が難しいかと。それこそ、最近の若い子にはわからないことかと。撃てるな。ナイスナイス。このパットン、レクティルがかなり絞り切れているため、飛び出し撃ちや、走り撃ちを当てやすい戦車ですが、しかし、遠距離になってくると、意外に精度の悪さを体感しますね。当てやすい、代わりに、弱点を狙いにくい、そういう戦車でしょうか。扱いやすさは機械値ですがね。ちなみに、全身のパーシングと比べ、頭が柔らかいのが類点でしょうか。標準小さく、傾斜で弾くタイプなので、気休め程度にしか弾きませんね。故に、頭で弾くハルダウンではなく、飛び出し打ちのハルダウンで戦う戦車です。パーシングの強化版というよりは、ティア7の、T20 の強化版に近い戦車かな。パーシングの弾き運用で慣れている方には不満があるかもしれませんが、日本中戦車ルートを進めている方には、禁断こそ使いますが、61式よりは扱いやすいかも。
少し市街地が気になるな。後で行ってあげないとな。まだ行かないでくれ。もう少しアシストダメージを稼ぎたい。まあ確かに、西側をおろそかにしすぎるのもまずいよな。ほら、見えたから、見えたから撃ってください。お願いします。絞ってます。狙ってます。そこだ。当ててください。次な、次当てるからさ。出てきてくれればだけども、このまま停滞が続くようなら移動しようかな。ええ、そんな、あんまりです。なんか人を悪者扱いしてくれるようだが、撃てぬところにトップティアが停滞しているのは、なんとも心苦しいのだが。でも出てきてるね、このまま撃ちましょう。抽選者としても、前半は狙撃で稼いでいきたいのが本音だしな。でもあいつ硬い。そんな時に私がドカンと。お、いいね、さすがは自走砲だ。ダメ低いけど。確かに今のは低かったですが、フランスなんてこんなものですよ。撃てそうだが、偏差、難しいな。しっかり当ててください。狙う側も精一杯頑張ってるつもりだ。そこだ、よし。その調子です大統領。いやそれはさすがにプレッシャーだ。消えたか？いや、オブエイクトが来てるな。そこだ、ムー。なんだそれ、重心曲がってるんじゃね？精密射撃は苦手なんだ、いろんな意味で。く、やはり通常弾でケチっちゃダメだな。禁断マシマシを開始するか。はじめから禁断で頼みます、東京都知事。やめろ、今都知事の話はやめてくれ。それに格が下がったな俺。それから言い訳すると、ずっと禁断使ってる気でいただけだ。おバカさんだな俺。まあナイスキルだ。あのセンチュリオンマーク7が鬱陶しいな。105ミリ砲じゃないのか。逆にペシペシされて困る。そっちはひとまず置いといてさ、あっちの13トン狙える。あ、あんなとこまで来ていたのか、失敬。狙いますね、お待ちを。はぁ、頼みますぞ村長様や、かっこ笑い。今のパットンのせい、じゃねえな、ちょっとぐらしちまったオイラのせいだ。これで取りまよしとしてくれ。なんか今のワンチャン俺でいけた気もしたが。まあいっか、装填入れるわ。了解。いよいよ市街地がヤバタンだな、今からでも支援に行ってくるわ。どうせまた外すんだろ、エロ同人みたいに。は？使い方がどうのこうのはさておき、次はもう外さねえよ。じゃあお前、死ぬんだな、そうに違いない。う、なんかそれを言い返すと、フラグが立ちそうで怖いな。先輩、しっかり頼みましたよ。いよいよご近所さんってわけか、とほほ。外してもいい、だが、生きて生還したいものだ。せめて勝ちたい。あのスパパを助けるのが先決だな。あいつの方がオイラより硬いが、慢心してると落とされそうだな。もたついたから早送り。まずはヤクトラをぶち抜くのが先決だな。そこだ、手止まるんかい。危うく打ちかけたぞ。撃ったら外したぞ。フラグ回収、ご苦労様です。ご苦労様だと、ついに格下にされたか。でも今のオイラはあんまりだったな。いや現在進行形だな。もっと鍛錬が必要だな、オイラには。もう少ししっかり弱点を狙ってもよかったのに、ワンパン圏内になっちまってビビってんな。オイラの悪い癖が出てる。こんな時は、別の相手を狙うとするか。あれ？あの口うるさい軽戦車乗りはどこ行った？あ、さっきフラってしてましたよ。やはり軽戦車に市街地は厳しかったのかな？彼の分まで頑張らないとな。駆動輪いただき。やはりこういう相手の方がいいな。そしてオイラはまだまだ下手くそだな。ギア点うんぬんの前に、ギア9をしっかり乗りこなせるようにならないと。まだ実力的にはギア8って感じだしね。このパットンあたりで頑張って修行するかな。次はあの T44 だな。パーシングなら持ちこたえられるよね。後ろからいけるかな。まさっきそれなりに飛び出し打ちがいけるなんて口叩いたけどさ、もっとしっかり狙ってかないとダメですね。満身禁物だ。私の悪い癖は、エイムがブレることと、まだまだ不用意だってことだな。そこだ。こういう時はきっかりしてるんだがな。劣勢になると思考が鈍る。よしナイス。外回りしていた2台は、そろそろ北側から顔を出す頃かな。さすがに停滞はしてないだろうしな。一番の懸念は、自走砲が3両も残っていることだな。あまりじっとはしていられないね。センチュリオンがいけるな。よしよし、優勢になってきて、少し考えが丁寧になってきたぞ。そこは楽であってほしいな。おっしゃる通りです。このムーブ目は、まだまだ精進いたします。自走砲が怖いな。おろ、軽戦車が来ていたか、天柱だな。さらばだ。よし、これで残るは自走砲だけだな、勝てそうだ。発見したか、ナイスだ。
今そこを楽にされてもな。慢心してたわ。そこは U ターンじゃなくて、スポット切れるまで回避行動を取るべきだったな。最近、死んでばっかだな、おいら。やっぱりスタイルさんには、甲羅よりも紅茶の方が向いてるんじゃないですか？英国戦車が恋しいぜ。くそー。最後は私の華麗なショットでフィニッシュ。勝ちました。戦闘結果です。なんとか1バッジ、大口径をゲット。ついでに観測者もゲットです。意外とアシストしてたんですね。個人的には、クリオスと連携が取れてたのは良かったですが、ヤクトラの下り、あそこは少し雑だったなぁと、反省しております。よだめでは私とケイタクさんが味方内でワンツー。蓋を開ければ、ダメージも取れ、アシストもできていたんだなぁといった感じですね。その分やはり、少し雑な立ち回りがあったあたりが悔やまれます。そして自走砲が決まってしまったことも、そこはもう少し鍛錬が必要ですね。といったところで、今回はここまでになります。最後までのご視聴、ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、クリオス、ケイタクさんの動画投稿のご視聴を、合わせてお待ちしております。次回は久しぶりに、英国戦車に乗っていこうかなと、そんな気分でございます。それでは皆様、まったねー。